ともよ、こんにちは。今日は母の日ですね。お母様方のことについて考えましょう。この時間のお母様方のために捧げましょう。母の日ですから。単なる伝統ですけれども、ユダヤ人たちの話の中には、神様は、ご自分の愛を、もう世界の隅々まで届けるように、母親を作られた、という話があるんですよ。一つの表現ですけれどね。でもやっぱりね、お母さんの尊さ、その使命ですよ。ですから、私はある母親と話しましたら、私は自分の母親に感謝しています。子供を子供にしてくださいましたから。そして私は子供たちに感謝しています。私を母親にしてくださったからです。美しい言葉と思いました。今、いきなり思いついたんですけれど、やっぱりお母様の尊さ、神様ではないんです。ですから、欠点もありますよ。でも私たちはそのお母さんの欠点などよりも、お母さんの犠牲とか、お母様を尊敬して、親孝行として、敬って、感謝して、特に、今日は母の日でしょう。何かのお花一輪でもお母様にあげたら喜ばれるでしょう。ではまた明日ね。明日まで。さようなら。